お腹にたまるような皆さんの、もうお腹いっぱいになってなるような曲をお送りしたいと思います。はい、途中ね、
皆さんの、お手をお借りするようなところもございますので、はい、楽しんで聴いてください。よろしくお願いします、はい、私たちが最後にお送りするのはゆずさんの寿司かまぶという曲です。耳なじみのある方もいらっしゃると思います。ぜひ楽しんで聴いてください。ワン、ツー、スありがとうございました。